45型駆逐艦、45型駆逐艦、45型駆逐艦はイギリス海軍のミサイル駆逐艦の艦級。一番艦の名前からデアリング級、また姉妹艦すべての艦名が D で始まることから D 級とも称される。1960年代より、NATO 諸国海軍はフリゲートの共同開発を試行しており、1979年12月には、 研究グループが発足1981年より実行可能性調査が開始された。これによって着手されたのが NFR-90 計画であり、NATO 加盟8カ国で50隻以上が建造される予定であった。イギリス海軍も42型駆逐艦の後継となる磁気防空艦を狙ってこの計画に加わってり、12隻程度の建造を予定していた。 しかし、NFR-90 計画は、事前調整から難航しており、また、他国との運用要求の際から、イギリス海軍は、NFR-90 計画間では42型駆逐艦の、大体には不適であと判断、1989年に、計画より脱退した。その後も NFR-90 計画は、多くの混乱に直面し、1990年1月には、 計画そのものが空中分解した。1989年に NFR-90 計画から脱退した後、イギリスは独自に直気防空間の開発を進めていた。NFR-90 計画の崩壊後、フランスもやはりシュフラン級駆逐艦の後継となる防空艦を模索していたことか、90年には英仏将来フリゲート、計画が開始された。 A3 回計画は数度の危機にさらされたものの92年にはイタリアも加わったホライズン計画として具体的な作業が開始されたホライズン計画では独自の艦対空ミサイルを採用した対空武器システムとしてのパムズを共同開発しこれを共通設計の船体に搭載することとしていたが細部の武装については各国が 独自のものを搭載する計画であった。しかし、船体設計などについて、各国の意見が対立したことから計画は遅延し、ホライズン計画艦が42型駆逐艦の更新に間に合わななる危険が生じたことから、1999年、イギリスはホライズン計画より脱退した。その一方、パムズの開発には続けて参加しており、イギリスはパムズを中核とした。 独自の防空艦の開発を決定した。これによって開発されたのが本型である。当初は12隻が計画され、初期型として6隻の建造が決定されていたが、建造費の高騰と予算削減、ネットワーク能力の強化の目途がついたことなどにより、2004年に計画は8隻に縮小され、2008年にはさらに6隻に削減された。 常時5隻を収益させておくという当初の計画は変更されていないが、イギリス国防省では困難視する意見もある。戦警は2層の全通甲板を備えた、射波甲板型とされた。1989年の NFR-90、計画艦は5400トン、ホライズン計画の着手当初は6500トンで、あったのに対し、本型は7000トン級に大型化している。 これは、主たるセンサーとなるサンプソン多機能レーダーのアンテナを海面上35メートルの位置に配置するという要請に基づいたものであった。また、管内スペースの増大という副次的効果があり、23型フリーゲートの約2倍になった。これにより、管内配置の合理化や居住性、高端性、整備性の改善が実現された。多様な作戦環境に対応する必要があり、 長期の海外展開も考慮していることから、居住性については特に配慮がなされている。士官は訓練中の士官候補生以外は、全員が個室、貸士官も個室、または二人部屋が与えられており、iPod ドック付き駆逐艦として話題になったことも、ある。定員は190人であるが235人までの増員を見込んで設計され、 また海兵隊員60人の乗官を考慮しており、海兵隊員の連動維持のためにフィットネスルームも設置されている。蒸気の要請に伴って L、B 比も小さい幅広の船型となった。また水戦下の船型は模型戦試権で得られた知見を反映して大幅に修正された。特に最大速力時の甲板への波の打ち上げが指摘されたことから、艦首のフレアを強め。 視野を高めた。ナックルラインは取りやめられ、上艦パン幅までフレアと傾斜が付された。もともと、レーダー反射弾面積、RCS 低減のため、外壁には全体に傾斜が付されていたが、この設計変更により、当初計画よりもさらに鋭くなった。本型の構造設計には、ロイド艦船規則が導入された。従来の軍艦は、海軍本部の艦船技術標準。 に準拠していたが、海軍、造船所ともに、艦艇の設計、建造を継続的に実施できないことから、設計技術の維持困難が指摘されており、規則による設計が施行されたと見られている。また、建造にあたっては、ブロック方式が徹底されており、船体は6個のブロックに分割されており、複数の造船所で分担して建造される。 本型の最大の特徴が、機関に統合全電気推進、方式を採用したことにある。これは、主機関を電気推進のみとするエンジンにより、直接スクリュープロペラを駆動することはないとともに、電気推進に用いるための電力と、艦船内の他の用途、兵器や電子機器、その他船内サービス用の電力の電源を共用化する技術であり、 高度な電力制御技術と高性能の電動機が必要とされるものの、電力配分、機関運転の適正化や維持コスト低減、水中音の抑制など多くの利点がある。本級では、主発電機の原動機として、新開発のノースロップグラマン、ロールスロイス WR-21、ガスタービンエンジン、軸出力25メガワット、発電機出力21メガワットがニセット。 搭載された。これは、中間冷却機や、排熱再生機、アイクアを備えた、最初の航空転用型ガスタービンであり、燃費に優れることから、海外領土警備に必要な、長大な航続距離を実現している。また、排気温度が低いため、赤外線シグネチュア低減にも影している。このほかバルチラ 12V200 ディーゼルエンジンを原動機とする、発電機。 出力にメガワットモニセット搭載された。これらの交流発電機からは、電圧4160ボルトの高圧送電が行われており、2面の高圧配電板を介して、電動機及び低圧配電板に配電される。低圧配電板からは、通常の440ボルトに変電して、13カ所の配電センターを経由して、管内各所に配電される。 電動機としては射程電動機2機が用いられる。推進機は固定ピッチプロペラだが、取り付け角度を3度以内で調節できる組み立て式であり、排水量の経年増加に対応して効率が良い、プロペラピッチに適宜調整して使い続けることができる。設計上の最大速力は29ノットだが、ネームシップは海上港試みで31.5ノットを記録した。 2016年1月29日、45型駆逐艦は2機の発電機の容量不足から頻繁に完全体の停電が発生しており、6隻すべてが機関に何らかの問題を抱えているということが報じられた。これに対し改善案として、新規に3機目のエンジンを追加する予定であるが大規模、かつ高額な工事となることから、改修工事は2019年からとなる見込みである。 2016年6月7日に開催された A 議会国防委員会においてロールスロイスやバイシステムズの幹部は当初要求された条件よりはるかに過酷な状況での運用を強いられたと主張温度の高い環境をシステムが認識できずタービンの発電能力が追いつかなくなってすべての電力が失われたと述べた一方英国防省の広報は45型駆逐艦は 北極帯から熱帯環境まで世界中で運行できる設計になっている。ペルシャ湾でも南大西洋でも一年を通して安定的に運行し続けていると強調した。2017年3月、電力問題を解決するための電力改善プロジェクトの契約が2018年に授与される予定であることを国防省の議会下院秘書が述べた。また、船の船体を切断し、 追加のディーゼル発電容量を合わせる。この計画はプロジェクトネイピアとされていることも明らかとなった。回収には280万ポンドの費用がかかるという。問題の原因はノースロップグラマン製のインタークーラーの信頼性問題にあり、これにより一時的に推進力だけでなく、兵器、航行システムなどの発電を一時的に無効にし、時折ほぼ完全な間の停電を引き起こしていたと。 された。2015年の時点で国防省は船舶がこの問題を経験していたことを認識していたという。2017年2月、デイリー・テレグラフは45型駆逐艦の水中放射殺音が激しく、100マイル先のロシア海軍の潜水艦にも聞こえるほどだと報道した。これは冷戦終結以来、騒音防止について無視してきた結果だという。 中核的なセンサーとなるのが、サンプソン多機能レーダーである。これは、S バンドのアクティブフェーズドアレイ、アエサレーダーで、最大探知距離 250km、500から1000の目標を同時に追尾でき、12の目標と同時に交戦可能であるほか、特に敵の電子攻撃に対する耐性が優れている、ことが特徴である。イギリス海軍では1045型レーダーとして、正式化されている。 また、これを保管して S1850M も搭載される。これは、エルバンドの広域捜索3次元レーダーで、パムズのサブシステムであるサンプソン多機能レーダーが、近距離での目標精密追尾、ミサイル射撃式に念できる、要、遠距離での早期警戒を担当する。イギリス海軍では1046型レーダーとして、正式化されている。ソナーとしては、 MFS-7000 をバウドームに収容して搭載する。これはエド社の997型ソナーであり、イギリス海軍では2091型ソナーとして正式化されている。戦術情報処理装置としては23型フリーゲートで DNA として装備化された SSCS を元に発展させた CMS-1 を搭載した。戦術データリンクとしては リンク11及びリンク16、リンク22、また STDL にも対応している。上記の経緯より本艦の中核的な武器システムとなったのが C-Viper GWS-45 艦対空ミサイルシステムである。これは PAMS のイギリス仕様、PAMS として開発された統合武器システムであり、優れた即応性、同時光戦能力と 対妨害性を備えている。監視艦班に48セルのシルバー A50VLS が搭載され、アスター艦隊空ミサイル、サムを収容する。艦報としては、ホライズン計画で予定されていた、アメリカ製の54口径 127mm 単装砲は、棄却され、退役する前任者である42型駆逐艦の、 装備品を流用して砲立てのステルス化を図った55、合計 114mm 双方、4.5インチ砲、MK8 モッ d 1を監視カ板パン前方に搭載した。放射撃式装置としては、電子工学式のグッサ9、ラダメック2000が用いられている。また、近接目標への備えとして、DS30 バイト75合計 30mm 炭装機銃も、 搭載している。関西機としては、小型のリンクス HMA8 中距離魚雷投射ヘリコプターや大型のマーリン HM1 昇格ヘリコプターが想定されている。また航空偽装そのものは、さらに大型のチヌーク輸送ヘリコプターにも対応可能である。なお、ファランクス20マシュダブリュスやハープーン、艦隊艦ミサイルの4連装発射等2機、 単魚雷発射艦の後日装備余地が確保され、ファランクス搭載と一部の艦に対するハープ運装備が実施されている。また本システムにミサイル防衛能力を付与する研究も進められている。ほか、MK41VLS を装備して SM-3 や SM-6 の運用を行うことについての議論が行われている。さらに後期立て造艦では艦砲を アックス 155mm 砲に換装するとともに、トマホーク巡航ミサイルとして、さらに MK41VLS8 セルを追加する計画もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。